巨匠おかえりキートークと熊本トーク巨匠の家もうキートーク資料館なんですよ。開放したいですね。あそこだから1500円。まあまあ高だよ。笑いのレベルめっちゃ高いですよ。全部巨匠のおかげで。ああ A B 僕は知りません今のは。親指になっちゃった。基本的には戻ってほしくないんで老いぼれまで行きたいなって。もう決まったのリリース。老いぼれ様。僕はもちろんそうですけど、他のメンバーもきっと熊本にはそれぞれ熱い思いがあるんじゃないかなと。そうですね。なんたってあのインディーズの時から、僕の実家を拠点に、はい、九州回って、うん、まあね、大分行って熊本戻って福岡行って熊本戻ってみたいな感じ で、 ですね。ね、あの熊本には相当何回もね、うんうん、泊まったりもしてるし、あと鹿児島行って、うん、熊本戻るときに、うん、巨匠が先に、あそう、親のお母さんの車で車乗って帰って、うん、で僕らだけなんか3人で打ち上げ参加して、うん、まあ吉勝だけ運転があったから、うん、あのお酒飲まずに、うん、で僕と八木君は飲んで、うん、で鹿児島から熊本の巨匠の実家に戻るみたいなのあったんですけど、うんうん、大変ですよね、あの車中ね、うん、大変でした ね、 ね、トイレ行きたい、そう、で吉勝ずっと運転しててね、うん、声かけてくれたらしいんだよね。そう、僕に次のパーティーで泊まってください、うんうん、はいはい、なんか僕この二人で言い分が違うんですけど、僕は何もそんなこと聞いてないですよ。八木君からすると運転集中したしね、うん、行ったのにパーティー泊まってって言ったのに鹿がパーティーズルーして行った、うん、まあ、そのまま巨匠の地まで行っちゃったなるほど。打ち上げでね、あの酒飲める僕らがもう飲み散らかして、そう、ドライバーの吉勝を、うん、あの待たせてたんだよ ね、 多分ね、それでちょっと怒っちゃったんじゃないか、怒ってんじゃないかみたいな。で、あんまり強くも止まってとも言えず運転してくれてるし、八木君も一言も、うん、あの発さずに、たまたま車の中に、うん、とても大きい空のペットボトルが、ありました、空のペットボトルが。この先はちょっとご想像にお任せして。あと何がすごいって、巨匠の家もキートーク資料館なんですよ。いや本当ポスターやらなんですかね、雑誌、今まで出た雑誌とか多分全部あったりだとか、写真とかもね、リアル時代、リアルってバンド名でもやってたんですけど、そのリアル時代の写真とかもあるから、うん、あんな写真ないですよ普通。多分本当に日本でそこしかないんじゃないですかね、熊本キートーク資料館。いや本当確かにね、うん、開放したいですね、あそこ開放して。、うん、フリーですか。いや、お金取ります、入場料取ります。大人は、大人は1500円。まあまあ高だよ。高いでしょ、それ。そうでしょ。で、子供は、まあ700円で。あ高いな。小学生小学生以下。この間行った通天閣の倍ぐらい。本当よ。なんか思い出に残ってるライブとか、なんかそんな、なんかたくさんありすぎてね。でもやっぱあれですか、ハッピージャック、うん、うん、初めて出た時かな、なんか、はいはい、もうね、うちらもやっぱそのライブサーキットイベントなかなか出る機会がなくて、まあちょっとそういうハッピージャックとか出させていただく頃からちょっとずつお誘いもらうタイミングだったんですけど、もうなんか割と舞い上がっちゃって、わー楽しいっつって、でライブ終わったら、あれ巨匠いねえなと、巨匠いなくないっつって、そしたらなんかね、真っ白いパーカーを着て、そのフードかぶって、なんかよくわかんない白いサングラスして、ジョーっつって街に消えていった。お前じゃあライブの話じゃねえんだよ。そう思ったけど。確かにライブ関係ない、ライブ後の話。あれ巨匠いなくないっつって。巨匠すぐどっか行っちゃうんで、熊本つくなり、フードかぶってライブ終わるなり。ライブ以外では会えないもんね、俺らもね、熊本だとね。確かに確かに、まあそうですね、一緒に行動したことあるから、逆にお店回りとか、お店、あ、そう、ああキャンペーン、あー仕事、挨拶しに行ったとか。そんぐらい。やっぱでもおすすめはね、健軍商店街のブックオフっすよね。あとミスタードーナツチェーンや。一日そこで時間潰してたんだっけ。時間もない。いや、巨匠の地で泊まって本当一日オフになって、どうしようかなと思って、で熊本城一回も行ったことなかったんで、ちょっとだけ行って、で、まあ、すぐ戻ってきて、あ、で商店街今もあるんですかね、なんか洋服屋さんで帽子買って、でまだ時間あったんで、ブックオフで好きななんか漫画買って、ミスタードーナツでドーナツ食べながら読んでました。僕はその頃、巨匠と巨匠の部屋でロックマン X をやってました。
昔ね流行る。そう、巨匠めちゃくちゃ上手くて、そうですね、一人っ子なんです。めちゃくちゃ上手いです、一人のゲームは。それを横で見て、おおって言ってました。いや、いいやってないよ、それ。そう、俺がクリアするまでずっと横で見てるって。いた、小学生でいた。そういう友達。パワーバランス。もう出会い頭ですよ、2007年4月4日。もうなんか、そうですね、あの学長の話があって、その後なんかオリエンテーションで映る部屋映る時、あ、同じクラスなんだ。いや、俺熊本で2番目にマリオカート強いから、うん、マジですげえと思って。マジですげ。確かに、そういう感じ。早くねっつって。いいコンビやな。みんなあのゲームは知ってるからね。クソ早いやつ同じ大学にいるじゃんってなりました。やっぱそうですね、ラーメン大好きなんで、熊本のラーメン屋さん美味しいとこ多いんで行きますね、うん、結構おすすめしてもらって地元の人に行くんですけど、毎回おすすめされる店違うんで、どんだけ名店があるんだって。がっつり行きたいなっていう時は文流、はい、とちょっと少しまあ、あっさりってわけじゃないですけど、ちょっと軽く行きたい時はあの竹とんぼ、はい、県軍のもう本当に家近いんですけど、はい、めちゃくちゃ近いんですけど、今日も食べてきました。バレるバレる、はい。デザートはミスタードーナツ。ミスだね。もうミスドがどんどんおしゃれになってて、びっくりするわ。当初と全然変わって広くなってるし、あの路面電車の前のね。そう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 。来て来て、うん、来てな。あと竹とんぼも行きてえし、あと何だっけ、一軒目。文流。文流、それ初めて聞いた。文流すごいよ。知ってますか。熊本じゃ有名なんですか。昨日でも八木さんと一緒にね、赤の連行きました。赤の連行きました。通り沿いの。そこも有名なんですよ、熊本。笑いのレベルめっちゃ高いんですよ。それな、ね、八木さんはこの10年で相当鍛えられてね、うん、もう信じられないぐらい面白くなってますから高1から一緒なんですけど、こんなんじゃなかったっすよ。気になる。それはそれ大変だね、八木氏。全部巨匠のおかげでちゃんと指摘 ね、してくれるからね。そう、ダメ出しをね、ちゃんとしてくれるんですよ。ちょっと嬉しかったのが、最近ちょっと褒められたりすることが増えてきて今の良かったよみたいな、師匠、うん、ケタケタ笑ってくれてたりすると、なんかもうやっとここまで来たな来たなと、巨匠のメガネにかなうなと、集大成でしょ、見したい。一応そうですね、10年の集大成を、集大成、せっかくなの、集大成、見せ、きつ。A B C D A B C D C D。 うわー、確かに変わったよ、こんな人じゃなかったもん、ね、うん、すごいよ。巨匠的には今のはどう言ったんですか。いや、なんか俺も滑ったみたいになるから嫌だ。笑いのレベル高い師匠がね、いて、いや、すいません10年の生活で、今俺が教えたみたいに、なんか俺のネタの可能性を感じてる人もいるから、多分、もしかしたら。直伝です。してない、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 してない。ありがとうございます。僕は知りません、今のは。吉川さん、いかがですか。はい、あの巨匠の大体出ちゃったな、まあ、大体出ちゃった。字がうまいとかにしようかな。あ、字めっちゃうまいよね。結構、文字書く仕事はもう全部巨匠にやってもらって、基本。確かに僕より字上手い人、今のところ出会ったことないですよ。そんなにすごい自信よ。人の世の中で、はい、自他ともに認める。いつも学校の先生とかも黒板汚ねえなと思いながら、いつも見てた。嫌な書き。ひねくれてた、小学生から。そう、黒板の字も得意なんですよ。あそこ難しいもんね。そうそう、黒板ちょっとね、難しいけど。そうですね、今回、まあ、約2年ぶりのアルバムっていうのもあって、で、制作スタイルとかも、まあ、コロナ禍の状況に応じて、まあ、今までだったら一斉ので撮るところも、まあ、割とバラバラに撮るんだけれども、その代わりなんかそれぞれの楽器のディレクションとかが割と今まで以上に深くなったりとか、4人とも曲は書くんですが、なんかあえての、あの
ボーカル2人だけの曲を収録して、それも別になんか意図的にそうしようというよりはなんか何回もミーティングを経ていくうちに、今回その方がなんかいい流れというか、2年越しのこの思いより伝わるんじゃないかとか、いろんな話し合いがあったのもあって、キートー君にとってかなり大事なアルバムになったんじゃないかなと思ってます。やっぱり巨匠のワイプ芸が、あーそうだ、フリーズ、はい、オンライン飲み会を模した映像で、はい、オンライン飲み会でたまにある一人だけフリーズしちゃう、はい、電波悪くて、はい、を監督さんがこれ後でそういう風に止まる風に編集しとくんでって言ったら、巨匠がよ止まれますよ止まりだしたんですよ痺れる。なんかよく見たらあの僕ビール持ってたやつなんですけど、ビールの泡動いてるんで、はい、ピタッと止まるのが得意でそれあれですね、多分年いった親戚の人いっぱいいたんで、まあパタパタなくなっていくんで、なんかもう毎週葬式行ってたんじゃないかぐらい毎月行っててで2時間ぐらいお経の時にずっと正座して、もう足を崩さない子供だったんですよ僕。へすごい、すごい、そう。でその時にピタッと止まるのはちっちゃい頃に何度も練習してたんで練習って、そうバックボーンが意外すぎるそこからそこに繋がんの、そう親戚めちゃくちゃいて、いや分かったよそうですね、僕吉勝さんに原点回帰してもらいたいなってことあったんですけど、最近でもしちゃってましたね。なんすか、ウルフカットです。すごい。高校生の時、ね、高校生の時の髪型です今。これが原点回帰です。ガラスだ。それちゃうわ。どうですか師匠。もういい流れでした今すごい。おお。矢木くんの似合いが効いてますね、うん、本当に。今だって生きてきた。ボディーブローが効くんだよ本当に。やり続けることにね。うん、そうそうそう、解説で。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお返しします。竹正くん。はい、僕出会った頃彼ガリガリだったんですけど今いい感じの質感になってきたんで、はい、一回戻してみてほしいなと思います。戻します。おーすごっ、シュッとしてるわ。いいね、戻して戻して今に親指になっちゃった。親指言うな、親指の疑心か。いいね。最後巨匠からどなたかにありますか。そうですね、いやでも基本的には基本的には戻ってほしくないんで、もうみんな今が素晴らしいと思ってるんで。うわそうきたか。みんないい感じで年取っていってもらって、まあ体調に気をつけて、ね、このままね老いぼれまで行きたいなってね思ってますけどね。2048年、そうそうそう、還暦まで、そうもう決まったんでリリース、老いぼれ様多分小野くんは到達できないと思うんですけど、なんで死んでる前提は、なんでその分3人で印税を分けて怖やっていきたいと思います。葬式来いよちゃんと、うん、止まらずに2時間正座で3時間してる原点回帰や。コロナでしばらく帰ってこれなくて、今回2年ぶりに今月になってこうツアー回れて、で昨日アソロックで特に何ですかね、こう音楽楽しんでる姿、みんなの姿を見て音楽の力やっぱりすごいものだなと思ったので、これからもヒートが音楽止めずに、ライブたくさんして曲もいっぱい作っていきますんで、ぜひ、見に来てほしいなと、ついてきてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。熊本大輔です。